はい、そしたら乙女王国行きましょうかね。動画全部切れてましたね、今ね、途中再度今アップしましたけど。違うわ、どんぐりや、ほら、大きいな。ここトンネル抜けてすぐなんですけどね、開くはね。これ真夏の中がものすごく涼しいんですよ。ひんやりしてね、みんなここで寝てありますけどね。すごい人やけど、こんなところしょうがないやろね。はい、乙女山ここにやってきましたけどね。わからんかな、わからんな。これも形がね、遠くに行かないとわからないですよね。ここじゃわからんな。あ、一本道間違うだ。一本間違ってますね、道は。あ、ここや。お、ここや。ここもホタテが良い方ですね。ここもなかなかね、全部、全体回ろうでもね、なかなか回れないですよね。はい、これ中入ると。こんな感じでね。全然何もわからへんな。あ、ここにある、ほら、乙女箱。前方部は、行ってもどうやら前、ヤグやったけど、近くどうかね。これはね、こういうものの直径が104メートルが大きいんですよ。池上古墳用のこっちの方が大きいんですけどね。これ中一回入ったんだけどね、ヤグで中歩けなかったね。ああ、作り出しもあるんだよな。あの左か、ここから入ったよな。ここから入ったんやけどね。中入れない。塩が残ってんね、これ。今回はこれ。ちょろっと入っただけな、この前な。入れんの、これ。はい、じゃあ入ってみましょう。もうね、虫も少ないからいいですわ。もう夏はね。虫がすごかったんで。あ、途中まで入ったんや、この前もな、これ。これ、はい、こんな感じですよ。昭和31年。全長130メートルやからね。まあまあ、古墳としては小ぶりです。うわ、こんなんかい。ちょっと上、墳頂上がれるんかね。あ、これ歩いたな、これ。途中まで歩いたんやけどね、記憶残ってるね、この辺ね。このマウンド高いな、これ、これ。すごい音がしてるけど、おお、なんやこれ。ああ、あれや、これや。これだ、これ。これ上が落ちてきますわ。あ、いた。バタバタ落ちてきます、今。これ。これ、ボト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 、開いた。おいおい、ちょっと風が吹くたびにね、どんぐりがすごいことをしてきてますわ。上どっか上がれんの。もう10年ほど前は、もう何年もだから10年、15年、20年ほど前か。もうやぶでね、中全然入れんし、見えなかったな。何にも見えなかったんやけど。おお、鳥もおる。何あれは、ドアとか。どう回るんだ、これは。こうか。上上がれるか。今のすごかったね、今のどんぐりの落ち方は。バタ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 。頭の部分落ちてきたけど。さすが、イノシシオーラみたいやな。これどうなんだろうな、これ吹き石でやったのかね。あ、石が残ってるぞ、これ。吹き石やってたのかね、これも。5世紀かね。頂上まで上がられへん。右、左。どっちから行くんだよ、これ。左から行ってみようか。山通りになってます。山登り。はい。
なんか上から見えるかね。はい、これ来ましたよ。はい、失礼します。これ、墳頂でございます。おいでます。ほら、墳頂ここ。大三角形。祇園三角点。書いてます、これ。71.5メーター。全然どこも見えないね、これ。周りが見えない、これ。残念。周りが、どこにおるかわからない、これじゃ。あの、橋が、すごい橋がね、ねえ、この橋は。これ行きまへんか。降りられまへんな、これ。これ行けそうもないね、これ。どうしよう。撤収。はい、三角点が撤収。おいおい、おいおい。これ左。これ、ここから上がってこれんだ。上がってこれるんやけど、ここにね、木がね、邪魔してます。この木が。はい、すんまへん。もう、倒れてるな。あたたたた。あたたた。もう、木が出る。木が倒れてるからね。はい、ここ、よいしょ。5回目にした中に頂上まで入れば、墳頂までね。全然違うとこやろ、これ。ここ、豪華残っとんねこれ。もうちょっとね、水は入ってないんやけど。あら、全然違うとこできた。どんぐりがすごかったね。ここからみんな入ってんだ。はい、全然違うと出てきました。大池でございます。大池雷魚とか鯉とかおるんかな。あー、やっと来ました。これ見たかったんですよ。これね、こちらの方が豊富の方なんだけどね。あ、結構やっぱ大きいね。100メートル以上あって、これですよ。これはね、ちょっとわからんな。豊富の方が本当にね、ホタテ型やからちょっとしかないんでね。全長で、墳頂で100メートル超えるぐらいなんだけど、これ前方後円にするとね、完全に200メートル超えんね。これ。作り出し部分が反対にあんねんな。前方部どっか入るとこあんのかね。ないな。スズメバチがものすごい、ほいほら、書いてあんねん。なんかすごかったんだけどね。大きな奈良県公園。全容つかめんか。つかめんな。全容つかめない。ただ山があるだけでございます。滝山が。中入ってみたんだけどね。さっぱり見えなかったです、外は。残念でございました。